の4月の12日火曜日です。5年半ぶりにね、戻ってるわけですけど、ナイハンビーチ前回も来ましたね。アトンビーチからスクーターから行ったんですけど、アトンからカノンビーチ、カタビーチ、カノンビューポイントでこのナイハンビーチです。この後フロンテップケープというね、フロンテップのタイプを行います。風がね、結構強いんですよ。ものすごい風が吹いてます。さっきカメラが飛ばされたんですよ。波も結構立ってますね。で、この湾の中にですね、まあ、あるわけですが、すごく多分今まで来たビーチ、ハトンビーチって本当に賑やかなんですけど、カロンビーチとかですね、そこよりもあれです、カタビーチよりも本当に静かな感じがするところです。なのでこのナイハンビーチ、静かなビーチが好きな方は、このナイハンビーチをね、お勧めいたします。あそこにホテルがあるんですけど、あのホテルなんだかドワッとしたんですけど、まあ、すごく有名なホテルでね、あそこに泊まると本当にもうここすぐ来れますからね。なので、まあ、泊まるのであればそこにあるホテル、何のホテルかな、まあ、ネットで調べればすぐ分かるんですよ、ね、すごい場所だと。綺麗です、やっぱりね、うん、この感じね。